鳥のモーレ・ポブラーノ・サンディエゴ、オールドタウンのモーレがケンチュラーダ・モーレは、メキシコ料理で使用する、ソース一般、およびソースを使用する料理一般の総称である。語源は、ナワトル語で、ソースを意味する、ムーリー、またはモーリー。メキシコ国外では、主に、スペインで、モーレ・ポブラーノと呼ばれる、ソースのことを指す。現代のメキシコでは、モーレという呼称は、 多数のソースに使用されているが、それぞれの色は黒、赤、黄色、コロラド、緑、アルメンドラード、ピピアンと全く似ていない。最も一般的な種類は、メキシコのプエブラ州、オアハカ州産であり、メキシコシティ南部郊外に位置する、メキシコシティ、ミルパアルタのサンペドロデア特パンで、毎年国際大会が開かれる。 モーレ料理はソースを作るのに手間がかかるため、祝祭料理と位置づけられている。なお、若モレも、ナワトル語で、アボカドのソースを意味するアステカ方言、アーワカモリリに由来している。メキシコのプエブラ州がその名の由来であるモーレ・ポブラーノは、メキシコ料理で、一般的なソースであり、アメリカ合衆国で、モーレといえばこのソースを意味する。モーレ・ポブラーノは、唐辛子、 ひいた、ナッツ、または、種子、香辛料、メキシコ産、チョコレート、塩、および焼いたアボカドの葉、玉ねぎ、ニンニクなど様々な他の材料で作る。ひいたオレガノのような乾燥させた、調味料も使われる。また、ソースにとろみをつけるため、トルティーや、パン粉やクラッカー、マリービスケットなどを混ぜる。最後に茹でた鶏肉や七面鳥を軽く煮込んで仕上げる。 モーレでわては引いたピーーナッツと唐辛子で作り、鶏肉を煮込む。モーレベルデは、ロメーンレタス、シラントロ、エパソーテ、パセリ、トマティーヨ、青唐辛子などで緑色に仕上げたソースである。モーレベルデでペピータにはいったカボチャのシュガ、モーレベルデでカカワテにはピーナッツが入る。ソースが出来上がったらアヒルの肉や豚肉を煮込んで、仕上げる。オアハカ州のモーレネグロは、 チレを種と果肉に分け、種は黒くなるまでいってから火で炙った、トマト、クローブ、オールスパイス、タイム、マジョラム、オレガノと合わせ、別々にラードで炒めた、ゴマ、アーモンド、ピーナッツ、シナモン、レーズン、玉ねぎ、ニンニクとトポス、パンプランテーンを加えて、ミキサーにかけ、これを、ラードで炒める。チレの果肉は、火で炙ってから湯につけて戻し、 ミキサーにかけてソースに加えさらに煮込む。最後にメキシコ産チョコレートと鶏の茹で汁を加えて煮込み塩茹でした鶏肉を混ぜて完成となる。モーレの調理法は様々であるが一般的な調理法では材料の乾燥した唐辛子刻んだ玉ねぎと一辺のニンニクを油で軽く炒める。乾燥唐辛子を加えて煮た鶏肉の煮汁と残りの材料を ミキサーで混ぜ、大きな鍋に移し、とろ火から中火にかけて、ソースを混ぜ続ける。家電製品が普及する以前は、マノとメタテで、ソースの材料をすりつぶしていた。鶏肉の煮汁とともに、パン粉やクラッカー、トルティーや、マリービスケットをミキサーに入れ鍋に加える場合もある。モーレを家庭で簡単に調理するための製品が、小売店やスーパーマーケットで売られている。 ペースト、または、粉末で、色は材料により濃い黒から緑色、黄色の場合もある。現代のスーパーマーケットや、雑貨店では、モーレは缶入り、瓶入り、または、水やブイヨンで溶く固形で販売される。グアテマラでもソースで煮込んだ、肉料理を、モーレと呼ぶが、プラタノス、エンモーレというと、チョコレート、トマト、トマティオ、レーズン、シナモン、パンコ、砂糖で、 甘いソースを作り、揚げた、プランテンの厚切りを加えて煮込んだデザートを刺す。エンチラーダを作る際に、サルサの代わりに、モーレをトルティーヤに絡めると、エンモラーダとなる。ありがとうございます。